明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープ、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発はエースの小川、対するカープの先発は右の大瀬良、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の小川マウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは小園。第4球を投げました。外れました。フォアボールです。小川、ストレートのフォアボールを与えます。第1球投げました。ボール。スワローズ、ここはバントに警戒します。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。バントしました。ボールはキャッチャーの前、キャッチャー取って一塁送球、アウト。ランナー二塁に進みました。スワローズ先制のピンチを迎えます。さあ、6球目投げました。打った、これはいい当たりだ。入れば先制だ。さらに伸びていく、取りました。中継。スワローズなおもピンチが続きます。右バッターボックスは4番マクブルーム、大きな声援が届いています。打った、フラフラッと上がった。ピッチャー落下点に入りました。取りました。これで3アウト。さあ、リプレイです。小川、今日はまずまずの立ち上がりです。右の大瀬良、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは浜田。第1球投げた、真ん中にストライク。まずは見送りました。第2球投げた、打った、これは強烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、先頭打者ホームラン、スタンドへ叩き込んだ。カーブを完璧に捉えました。ファン待望のアーチ。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。2回の表、これからカープの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西川。さあ、5球目、おっと、デッドボール、これはデッドボール。次が4球目、投げた、打ちました、いったか、どうだ、入るか、スタンドに入りました。ファール。第6球を投げた、高め、空振り三振。左バッターボックスは7番坂倉。第1球初球から打って、ピッチャー返し、小川今拾った、一塁へ送る、セーフ。記録はヒットになりました。ピンチを広げてしまいました。第3球を投げた、打った、一二塁間のゴロ、破った、ライトバックホーム、菊池、いいバッティングを見せました。スワローズなおもピンチが続きます。さあ、4球目、打った、三遊間、あっと抜けた、レフトバックホーム。カープ点差を3点に縮めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順は1番に帰って小園、最初のバッターボックスはフォアボール、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ、山田ボールを掴んだ、セカンドフォースアウト。カープ点差を2点に縮めました。左バッターボックスは2番野間。第6球をランナースタート、打ちました、センターへの打球、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。2回の表が終わって4対2、カープこの回2点を返しました。
スワローズリードで迎える2回です。先ほどホームランを放った濱田、投げました、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、レフトを見送った、ホームラン、ソロホームラン、濱田これで2打席連続のホームラン、見事に初球を捉えました。チームメイトが迎えます。先ほどのプレーです。この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番秋山、第1打席はライトフライに倒れています。サークルチェンジ、空振り三振、右バッターボックスはマクブルーム、第1打席はピッチャーフライに倒れています。打った、あっと左中間、どうだ、レフト掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは5番西川、これが2度目のバッターボックス。第5球投げました、あっと引っ掛けた、これは内野へのフライだ、掴んでこれで3アウトになります。小川見事カープ打線を抑え切りました。3回の表が終わって5対2です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターはデビッドソン、投げました、打ちました、初球打ち、三遊間へのゴロ、一塁送球、村上軽快にさばいてワンアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには坂倉、第9投げました、打ちました、引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには菊池、今日2度目のバッターボックス。投球これから4球目、打ちました、打球はレフトの左へ、これはヒットになります。菊池一気に2塁へ、2塁タッチセーフ、菊池ツーベース。バッターは代打相澤、第4球を投げました、打ちました、センター前進してくる、取ってこれで3アウト、チェンジ。さあリプレイです。カープセカンドランナー残塁、4回の表が終わって6対2です。ターリー降板、マウンド上ピッチャーは大道、今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。スワローズこの回1番からの好打順になります。右バッターボックスはトップバッターの濱田、今日2打点を挙げ初球を打ちました、センター下がった、センター掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。カープこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは小園、今日はフォアボールとセカンドゴロ、打ちました、オスナそのままベースに入ってアウト。バッターは2番野間、今日3打席目。第5球投げた、打った、左中間へのフライですが青木取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番秋山、今日はライトフライと三振。第7球を投げた、打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番マクブルーム、今日はピッチャーフライとレフトフライ、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました、これで3アウト。5回の表が終わって6対3、カープこの回1点を返しました。スワローズリードで迎える5回です。今日2本のホームランを放っている濱田、決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げた、打ちました、痛烈、いった、入った、入った、ホームラン、ソロホームラン、2者連続ホームラン、甘い球を完璧に捉えました。9対3、スワローズリードを6点に広げます。チームメイトが迎えます。小川降板、右の木澤、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。
第9。初球を打った。内野ゴロ。オスナ。取った。アウト。オスナ。そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番デビッドソン。今日は三振と打ちました。左中間へ持っていきましたが、ヒット。打ったバッター一気に二塁へ向かう。ランナー二塁でストップ。デビッドソンツーベースヒット。バッターは7番坂倉。第5球投げた。打った。フラフラっと上がった。長岡バック。余裕があります。掴みました。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第3球を投げました。打ちました。三遊間の打球アウト。スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。二塁ランナーデビッドソン残塁に終わりました。6回の表が終わって9対3です。カー追う展開で迎える7回です。バッターは磯村。第4球を投げました。打ちました。抜けた。磯村ナイスバッティングです。打順はトップに帰って小園。第5球投げました。打ちました。引っ掛けた。ボテボテの当たりはファーストゴロ。二塁フォースアウト。一塁はセーフ。一塁はセーフ。併殺失敗。投球これから2球目。打ちました。あっと弾いた。長岡カバーに入る。一塁セーフ。セカンドのエラーが記録されます。さあチャンスをものにできるか。第2球投げました。打った。二塁ランナー三塁へ。一塁送球木澤取ってアウト。スワローズなおもピンチが続きます。打ったに当たりだ。抜けた。中継。続いて二塁ランナーもホームイン。カープ2点返しました。カープやりました。ここから反撃が始まります。バッターは5番西川。第6球をランナースタートを切った。打ちました。中村余裕があります。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。満員の神宮球場。さあ夜空高く花火が打ち上げられました。スワローズリードで迎える7回です。今日3本のホームランを放っている浜田。初球から打ってった。二遊間ライナー破っていった。浜田いいバッティングを見せました。今日これで5打数の4安打。第1球投げました。もう第2球空振り。投げた。ボール。さあ4球目インコースのボール左へ。レフト方向へ持っていきましたがヒット。中継。三塁送球青木ツーベースヒットを放ちました。さあチャンスを広げました。8回の表これからカープの攻撃に入ります。この回のトップバッターはデビッドソン。変化球空振り三振。バッターは7番坂倉。今日はここまで3打数1安打。打ちました。ピッチャー返し抜けた。坂倉ナイスバッティングです。バッターは8番菊池。今日はここまで3打数2安打。第5球投げた。打ちました。痛烈。さらに伸びていく。ライトバックしていった。取りました。中継。ランナー1塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。背番号7。第4球を投げた。打ちました。あっと引っ掛けた。これは内野ゴロ。アウト。スリーアウトチェンジ。カープファーストランナー残塁。8回の表が終わって15対5です。さあいよいよ9回に入ります。この回の先頭バッターは小園。第1球投げた。外のボール引っ掛けた。山田ボールを取る。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番野間。今日はここまで3打数ノーヒット。投げた。流し打ち。どうだ。サード左。アウト。村上うまくさばいています。さあいよいよあと1人。バッターは3番秋山。スワローズここは何としても抑えたい場面。第1球投げました。打ちました。初球打ち三遊間の当たり。あっと取れない。秋山いいバッティングを見せました。バッターは4番マクブルーム。今日はここまで4打った。山田掴んだ。一塁へ送る。アウト。ゲームセット。スワローズ大差で勝利しました。本日の試合はスワローズの勝ちでございます。勝利投手小川、西武木澤、
さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。